な風に協力して何かを作るっていうのも案外悪くないもんだな。最近は人機開発だけじゃなく、研究中の最新技術も立夏から聞かせてもらっているんだが、本当に奥が深いな。詳しい話はまた追って話すさ。少し話が長くなりそうだからな。さて、まずは完成した人機を鳴らしに行こうか。よし、行くか。気をつけてね。警告、長距離からの砲撃です。気をつけてください。遠距離からの攻撃です。警告、長距離からの砲撃です。気をつけてください。遠距離からの攻撃です。リンクサポート、効果の発動条件を満たしました。今攻撃すれば荒神は行動不能に陥りやすいですよ。気をつけてください。遠距離からの攻撃です。気をつけてください。遠距離からの攻撃です。気をつけてね。警告、長距離からの砲撃です。ブラッドワン、バイタルを確認し対応してくださいですよね。無理するな。警告、長距離からの砲撃です。はい、長距離からの砲撃です。気をつけてね。警告、長距離からの砲撃です。はっはっえい、警告、長距離からの砲撃です
けてください。遠距離からの攻撃です。警告、長距離からの攻撃です。気をつけてください。遠距離からの攻撃です。ギルバートさん、無理しないで交代してください。上等だ。気をつけてください。遠距離からの攻撃です。チャンスだね。敵のダウンを確認。始まったばかりだからね。落ち着いていこう。警告、長距離からの砲撃です。ギルさんの感応波の影響により攻撃力が上昇します。気をつけてください。遠距離からの攻撃です。警告、長距離からの砲撃です。交戦中の荒神が捕食に向かいました。逃げるつもり？気をつけてください。遠距離からの攻撃です。気をつけてください。遠距離からの攻撃です。気をつけてください。遠距離からの攻撃です。気をつけてね。これより作戦エリア内にリンクサポートの効果が発現。敵の耐久性能減衰しました。少しの間ダウンを取りやすくなります。気をつけてください。遠距離からの攻撃です。気をつけてください。遠距離からの攻撃です。来るぞ。やった。荒神結合崩壊。敵のオラクル反応未だ安定しています。悪くない。荒神の活性化を確認。捕食に向かいました。
逃げるつもり？やった！敵のダウンを確認。できるじゃねえか。えいや！ギルバートさん、無理しないで回復してください。上等だ。敵のダウンを確認。よし、効いてるぜ。の活性化を確認。えいや、荒神、捕食のために離脱しました。腰にでやろうな。ギルバート君、バイタルが危険な状態です。はい、油断したか。警告、長距離からの砲撃です。遠距離からの攻撃です。気をつけてね。いい感じだね。敵のダウンを確認。外堀から埋めてやるぜ。ブラッドワン、バイタルを確認し対応してください。もしないだ。なんとか回復しないと。無理するな。作戦開始から10分経ちました。みんな頑張って、耐えて。アラガミ、捕食のために離脱しました。逃げるつもり？ギルバートさん、バイタルが危険な状態です。上等だ。しました。できるじゃないか。光線外のサリエル打点が戦闘音を探知、音の発生ポイントへ移動開始。しないで回復してください。ここらで回復しとく。ギルバートさん、バイタルを確認し対応してください。
静化を確認。気をつけてね。当たれ。あどう？行けます。やったな。敵のダウンを確認。気を緩めずにね。もらっとくぜ。これで終わりだ。行けます。作戦開始から15分経ちました。結構きついね。着きました。各員援護を願います。いい感じだね。荒神結合崩壊。ちゃんとダメージは与えてるはずだよ。できるじゃないか。オラクル反応が一気に弱まり始めました。ごちそうさん。交戦中の荒神が捕食に向かいました。逃げるつもり？荒神がホールド状態になりました。そこを切る。
タバタすんなよ。いい感じだね。ブラッドワン、バンダムが危険な状態です。もう少しやってみます。ギルバートさん、無理しないで回復してください。討伐対象は完全に沈黙しました。心配しました。少しだけ。最後に勝つのは俺たちだ。ちょっときつかったね。この槍が折れることはね。どんな敵が来ようとな。ねえ、みんなもしっかり休養とってね。昼ご飯の準備はできています。できるだけ速やかに帰還してください。よし、行くぜ。仕上がりの方はどうだ？満足のいく出来になっていたか？そうか、よかった。ああ、そうだ。任務の前に話していた最新技術の話なんだが、俺たちブラッドの血の力や感応現象を応用した次世代人機の開発が今進んでいるらしくてな。例えば持ち主の行動や戦術を人機が記憶学習することで持ち主に特化した人機に洗練されていったり、複数の人機を遠隔制御して全方位から間断なく攻撃し続けることができるようになったり、まあそういったことが可能になるらしい。ああ、極東支部のスタッフならきっと実現するだろう。そんな気がするよ。願わくば俺もその中の一人として。できる限りのことをしようって思っているんだ。